あ、モカ太郎の動画。はい、こんばんは、モカ太郎です。ただいま夕方でございます。今回はですね、前回視聴者様からプレゼントしていただいたこちらスタジオモニター CR3 を開封していきたいと思います。でね、これを受け取る際にいろいろ話があってね、実は他の配信者さんの生放送にお邪魔した時に、ちょうどお正月元旦の時かな、スタジオモニターの話をしていて、私は次回このモニタースピーカーを購入するよっていう話をしてたら、なぜか届いてしまったっていう。ということで、いずれにしろ私が買おうとしていた本命のスタジオモニターを全力で解説していきたいと思います。それでは行くぞ。はい、ということでまずは外装から。このね、2つのモニタースピーカーがついていて、ちょっと先にお値段言うけど、びっくりするよ。2万円いかないから。ここにテロップ出しとくね、お値段。通常スタジオモニター2つでこの値段はマジびっくりだから。これ狙ってただけのことあるでしょ。そして横がこんな感じ。これちょっとシリアル番号書いてあるから一応伏せとくね。そして後ろがこんな感じ。こういう感じね。いっぱい書いてあるね。横がこんな感じ。そして上がこんな感じ。ここにね、このマーク、知ってる人は知っている。マッキー。マッキーのマークがついております。そう、値段が安いとある程度性能を期待しなくなるでしょ。待ってて今。このスピーカーは本当にいいスピーカーだから。ちょっと開けるね。ザッブッシャッ。はい、ということで開けていきますよ。バッカ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 。はい、これは何でしょう。はい、まずは付属品から。こちらはマニュアルですね。はい、そしてケーブルが入っております。開けていきましょう。はい、まずはこちら。こちらは LR 接続用スピーカーケーブルになります。これをね、スピーカーに直接ぶっさつで、このスピーカーケーブルなんだけど、自分の好きなスピーカーケーブルに交換することも可能です。でね、交換した人で話を聞くとね、音が変わったっていう人がいるの。だからこの線を使うか使わないかは個人のいろんなあれによって好き好きにカスタマイズするといいよ。とりあえず私はデフォルトでこの線を使ってみることにする。はい、続いてこちら。こちらはステレオミニケーブルね。ステレオはなんでわかるのって言うとね、一番最初の動画で私は説明しました。このジャック、黒い線が2つありますね。黒い線が2つあるジャックはステレオになります。これ1本だとモノラルだから気をつけてね。で、ちなみにこのステレオミニプラグっていうのは何に使うかっていうと、スマートフォンとかミュージックプレイヤーによく合う端子だよ。はい、そして最後のケーブル。こちらはですね、さっき説明したスタジオミニプラグからなるRCA ケーブルになります。この RCA ケーブルっていうのはコンピューターに挿す方ね。はい、こんな感じになっております。はい。そして最後の付属品を開けていきましょう。はい、開けるとこんな感じ。このスポンジのようなぷにょぷにょしたものは何かというと、こちらはアコースティックアイソレーションパッドというものです。今から設置するスピーカーの高さ調節とか、適切なリスニングポイントに設置できて、なおかつ無駄な低域を排除してくれるという。だからスピーカーの下に置くスポンジみたいな感じかな。それが2枚1組でもう1セットついております。だから計4枚だね。4枚のアイソレーションパッドが付属しております。はい、ということでお待たせいたしました。本体出していきましょう。じゃじゃじゃーん。はい、ということでこちらがマッキーの CR3 クリエイティブリフェラルスマルチメディアモニターズになります。これ2つ出してみようか。はい、ということで2つ開けました。いきますよ、せーの、じゃん。はい、こんな感じでございます。素敵でございます。ちょっと近くで見よう。うわー、すごいかっこいいね。これがスタジオモニターでございます。ついに私もスタジオモニターをゲットする日が来たんですね。ということで回転していただきましょう。どうやって、重いのに。はい、ということで全体像がこちら。素敵ですね、素敵ですね。こちらは音楽作成からリスニングまで幅広い用途におすすめできるスピーカーになっております。なんでかっていうと、スタジオモニター並みのデザインと音質、パフォーマンスをマルチメディアスピーカーで再現しているからです。具体的にどういうことかっていうと、最適なサウンドを作り出すためにプロフェッショナルグレードのパーツを採用。やっぱりね、機械はパーツだから、パーツだから、いいパーツを使うとそれなりの効果が出るということですね。ちなみにこちらは 50W パワーアンプになっております。はい、ということでまずは外装を説明していきます。まずはここ、こちらは付属品、最初に説明したスタジオミニプラグ、スマートフォンとかミュージックプレイヤーを接続するときに使うところがここにあります。カシャーンとね、
なのでこっちはスマートフォンとかちっちゃい機械を挿すときに使うやつね。でその隣、ここにはヘッドホンマークがついております。なのでここはヘッドホンジャックを挿してください。はい、続いてここ、ここはねノブみたいになってるね。カチッてなったね。このノブは何かっていうとボリュームノブになります。これを右に回すと音が大きくなって、左に回すと音が小さくなります。なので正面で音量の調整ができます。便利だね。でちょっと難しい話になるんですが、音響特性を話します。こちらの周波数特性なんですが、 80kHz から 20kHz になっております。最大ピーク音圧レベルが 97dB になっております。クロスオーバー周波数が 3kHz になっております。おそらく音響詳しい方でこの数字を見た時に、この2つのスタジオモニターで2万いかないってなると、おー結構いいじゃん、コストパフォーマンスいいじゃんってなると思うんですよね。それでは後ろを見ていきましょう。はい、ということでこちらがリアパネル側になります。後ろ側ね。ということでまずはこちら、こちらは電源ケーブルになっております。 100V ね。はい、続いてこちら、こちらはパワーと書いてあるので電源スイッチになります。でこちら1,2,3,4 とありますが、これね挿す端子が違うんだけれども、この4つは1つにまとめてシグナルインプットというものです。ここには何だろう、シンセサイザーとかギターとかを使う時に挿すやつなのかな。なのでパソコンから出力する人はこれ使ってね、そうすれば音出るから。はい、続いてこちら、こちらはパワードスピーカーポジションセレクトスイッチというものです。上に上げると L、下に下げると R となりますが、これは何かというと電源コードがついている方のスピーカー、こちらはパワードスピーカーというものです。パワードスピーカーを右左どちらかに置きたいとき、左に置いたらこっちを左設定にすることでバランスが取れるようになっております。そしてこちら、この黒と赤のところね、ここは配線ターミナルです。さっき説明したこのスピーカーに挿すよっていうケーブルを挿すところですね。色別に分かれているのでその通りに挿せばいい。そして最後にこの穴ぼこ、こちらはリアポートになりますね。このリアポートは何かっていうと、低音を一回後ろにボンと持ってって、それを反転させて前に出すっていう性能がある穴ぼこで、この CR3 っていうのは低音が結構好評なんだよね。なので楽しみです。でこちらのスピーカーもさっき説明した黒と赤を挿すところとリアポート一つになっております。後ろの説明はこんな感じです。ということでこの CR3 の寸法なんですが、高さが 208mm、 幅が 140mm、 そして奥行きが 158mm で、重量が 4.1kg になっております。2つで 4.1kg ね、結構重いね。はい、ということでこちらが私の PC 環境になります。でね、動画編集に使っていたスピーカーはこの BOSE のサウンドリンクミニ2を使っていたんですが、このサウンドリンクミニ2は有能すぎて音をきれいに変換して聞こえさせてくれます。なので編集用スピーカーとしてはあんまり向いていなかったんだよね。なのでこのスピーカーは音楽を楽しむだけのために本来の目的に戻ってもらいましょう。はい、ということでこちらに CR スタジオを今から設置したいと思います。はい、じゃあこちらのパワードランプをレフトモードにして左側に設置しましょう。やばい、置けない、どうしよう、おう、どうしよう、こういう感じになっちゃうかな、なんか近すぎないかな、スピーカー、まあまあいいや、まあ、で私の場合はこのローランドのオーディオインターフェース UA55 の後ろにこういう風にねケーブルがついております。なのでこのケーブルをこっちに刺します。これでインターフェースの音がこっちにも出力できて、切り替えるとパソコンの音もここから出力できるっていう感じになります。はい、ということでこんな感じに設置できました。あとは電源入れて無事音が出るか確認してみたいと思います。いい感じだね。はい、ということでこんな感じでできました。電源入れてみましょう。はい、それではいきますよ。3,2,1。さあどうなる。あ、これか。じゃあこれやります。光ったね、光った、光ったね。じゃあちょっと音楽聴いてみます。嘘、マジか。ちょっと
と私がここに座って中心で聞こえる位置を設定します。最高最高。あ、私の声もここから出てる。すごいね。あ。大丈夫かな。お、すごい。スピーカーから私の声が出てる。すごいね。うん、位置はここでいいや。オッケー、できた。はい、ということでこちらの CR3 のスピーカー、音質最高でした。まだ開封して間もないのにこんな音がいいってことは、ちょっとピンクノイズいくらかかければもっと綺麗な音になるんじゃないかなと思っております。ちょっとスピーカーっていうのは 1,2 ヶ月ぐらい音を流しっぱなしにして鳴らさないといい音が鳴らないので、初めての状態でこの音質はすごく満足してます。あとはいい風になるほかないんでね。すごい良かった。やっぱ良かったね、これ。最高だわ。最高だよ。ということで、これからちょっとピンクノイズを流して、鳴らしてあげたいと思います。ということで、今回はマッキーの CR3 の開封動画になりました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。最高だよ、これ。よっしゃ。